武派に安彦命は、危機に伝わる古代日本の皇族。第八代高原天皇御子で、主人天皇に対する反乱伝承で知られる。日本初期では、武派に安彦命、古事記では、剣派に安彦命、竹派に安能と表記される。武派に安彦波山旧石戦闘で敗れた。 部派に安彦命が斬首された場所と伝わる。日本書紀によれば、高原天皇と河内清玉繋ぎの娘の、羽谷安美との間に生まれた巫女である。妻には、た田彦がいる。同書主人天皇10年9月27日上によれば、4、道将軍の一人の大彦命が北陸への派遣途中で不吉な歌を歌う少女に出会ったため、 大美子命は引き返して天皇にこのことを報告した。そして、和赤石比百重ね姫命の占いによって、武派に安彦とその妻の安田姫の無本が発覚する。果たして武派に安彦は、山瀬から、安田姫は、大阪から山和へと攻め入ったが、帰って、我多姫は五十強せり彦命に、武派に安彦は、大美子命と被告に武器に打ち取られた。その際に、 ブハニ・ヤスヒコと被告に武器とによる矢の打ち合いとなったが、まず先に放ったブハニ・ヤスヒコの矢は当たらず、次に被告に武器の放った矢がブハニ・ヤスヒコの胸に当たったという。これによってブハニ・ヤスヒコの軍は崩れ、半数以上が切られて鎮圧された。以上の反乱伝承は古事記にも記載されている。京都府聖火町の伊豆森ではブハニ 安彦の首が切られたと伝わっており、石碑が立てられている。ありがとうございます。